じゃあここ挑戦していきましょう。いきましょう。イエーイ。何が来るかな、何が来るかな。それをエッチ、エッジやん、のび太さんのエッジ。好きやなそれ。隠された秘密、エッジの隠された秘密ってことか。そうなんちゃう。あ、なんか後ろ、後ろのこれなんかと左右にかつてのボスがいたね。いたよね。うん、なになに。そう、これ前回あれなんよね、ここにムービーがあると知らず飛ばしてしまったよね。あれってエッジだよね。エッジ、何が起こってるんだい。いや、わかるやん、一回怒ったやん、クッパのあれさ。わかりません、ダークネスから作られたエッジのクローンだということは明白ですが、うん、明白だけど不可能なんだ。どういうこと、矛盾してるわ。不可能です。あー、あれちゃう、ピッコロ大魔王的なあれなんちゃう。クルサが自分で生み出したもの、逆にクルサが自分で生み出す以外あんの。あいつは本当の私を知らない。エッジの悪い部分が教えてやらないとね。ダークメスとして生まれたんちゃうの。そうなんかな、うん、質問は後だ。ここは3人でエッジをサポートしましょう。あー、つまりエッジとクルサが仲良かった頃があったんじゃないかっていう話か。なるほど。今回も4人バトル、4人いたも余裕よね。せやな、 HP26000 エッジのくせに。あ、強いな。1080ハーフブロック無視、気をつけなね。移動もガシガシしてきそうな感じするな。まあまあ、そこそこ広いかな。まあでも余裕っしょ、正直。整いましたー。よいしょ。まあ一応チーム紹介、前回と変わってない。まあスパークスを多少ね変えましたぐらい。そうだね、基本的に方針は一緒、遠くからルイージ狙います、あとのやつらは接近してポコポコにする。うん、以上です。じゃあ行きましょう、バトルスタート。はい、まずはどう行くんですか。あ、まずはみんな左側に向かいます。うん、ルイージはここで待機予定、他の人たちはあのあそこの土管ね目指してジャンプしましょうと、うん、ルイージ2回ジャンプできるし、1回ルイージで中間点まで行ったら、まあそうやな、みんなこれうわ動けとか変わんないね。じゃあこのこいつらに触れる程度に前へ、うん、と、まあ、一応ジャンプ台踏めるぐらいで行きまーす、うん、まあ、こんな感じでいいか。いいじゃない。じゃあ、であとはみんなジャンプ台に向かってチームジャンプすると。ああ、ジャンプ台に向かって右左、いや、どっちもいっちゃう。ああ、どっちも届きそうやな。じゃあ左で行きまーす。ジャンプ、いける。まあもう一回ジャンプ台したらいいか。そうやな、小ジャンプ。バフンウニと、バフンウニと、じゃあみんな降りていきましょうか、うん、ちょっとルイージの位置だっけ。さっき四角送り込む。あー、さっき四角送り込むか。ルイージ右に、あ、でもハーフブロック無視やっけ、敵の攻撃わかんない。ジャンプした方が良さそうやな。まあジャンプで右側に寄るでいいと思うけどな。そうやな、あ、この辺やね。じゃあちょっとジャンプしますね。うん、この位置だ、ね、いいや。召喚する？いや、ルイージはアイス使って足止めしたいから、ね、まあ、じゃあみんなとりあえず行こうか。行きまーす、みんな向かうぞー。一旦これで、まあ集まれしてもええしな、そこで、うん、あ、集まれしていいな、攻撃して封印でもええかもしれない。ああ、そうやね、うん、とりあえずみんなでストライディングかましとく。あ、そうやね、スライディングできるやつは集まれするか、まず。ん？集まれするとスライディング効きやすいから、うん、うん、集まりしよっか、まずは。あー、左上も、あー、いけんね。あー、スライディングのしやすさ考えたらこの辺がいいと思う。うん、じゃあこの辺に集めたいと思います。こいーこいーで、こっちに呼んでみんなでスライディングしてボコボコにすると、うん、そういう作戦でいこうと思います。おいでやす。とりあえずスライディングやな。あー、水で殴ってからでもいいかもしれない。落とせるから。あー、いいね、水で殴ろうか。じゃあ水でまず攻撃してウォーター。あー、ちゃうわ、水使えへんわ、危ない。なんで？水使ったら攻撃できん。あー、ほんまや。じゃあ普通に攻撃するか。あ、せやね。スライディングして攻撃します。いやー、ナイスラー、スライディング。ナイスラー。おい、スライディング、いやー。ナイスラー。いやー。まだまだ。はい。
散々スライディングしてやりましたと。とりあえずマリオだね。うん、殴っていこう。とりあえずマリオでまず殴りますと。うん、いきまーす。いやー次ルイージかな。ルイージがそこからちゃうかな。いやルイージどうしようかな、難しいな。効率を考えるとエッジが今マリオにいるところから攻撃すると多分全員に攻撃できるから、エッジはそこの方がいいと思うね。一回行ったら、あ、逆、あ、こっち側からでいいわ、こっち側。ああ、エッジだけめちゃめちゃ動けんな。スライディングしたから。あ、そういうこと。うん、ああ、これでみんな攻撃当てられんね。ほなまあ、それでメス、ナイクリーやったね。召喚するか、いるかあるか。うーん、あー、それはあれやね、 R が封じ込めてくれたらめちゃめちゃ強い、ね、R でいこうか。うん、召喚いでよ、トクさん。チャーン、封じて、封じてもらって、ナイス。何を封じたか分からんけど、ナイス。多分攻撃やと思うんだよな、多分ね。うん、で強化やね。うん、あー、動か、うん、L か R か。 R やっちゃうと動いちゃうよね。そうやね、まあ、一旦そのまま攻撃で、ルイージで。え、でもどうせさ、こいつ攻撃封じられてるわけだし、R でいいんちゃうって思っちゃうんだけど。攻撃封じられてるかどうか見ようや。攻撃封じられたと信じようや。うん。なんでこれで強化してやっちゃおうか。それやったら先、ルイージちゃう。そう、今、ルイージがさ、微妙に。変なところに行かへんかったら、まあでもルイージ飛んでなんとかなるか。位置変わっても。そうだな。大体は大丈夫だと思うんだけど。あの裏とかに行かれたら確かにだるいか。そしたらもう雑魚処理したらいいんちゃう。そうか、そうだね。うん、じゃあ強化して。ゴー、いきます。落ちろ。落ちはせんよ。あそこだ、落ちる。ロリンチョすごい近いところに。これで、あー、この辺から行くかね。これで1段階外でしょ、うん、それなら1回召喚しといたら、さっきアイス使わへんのやったら。あ、そう、アイス、あ、まあ使う必要は特にないか。うん、じゃ召喚します。はい、パチーノ召喚。パチーノ先輩よろしくお願いします。おっと、どうした。まあ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 、互いにね。あ、そっからね。ナイス、悪くない、悪くないね、今のは。じゃあこっから行きます。うん、ドン。多分上から下はいけると思うけど、下から上はいけんと思うな。じゃあ終わりで。うん、バババオン。違った、慌てられたわ。やれば封じてくんね、封じてくんね、封じんの多分。あ、スライディングはあるね。めちゃめちゃスライディングしてくる。あー、動いたら攻撃されるやつやな。うーわ、そのパターン。うーわうーわ、すごい、めちゃ出てくる。パチーノさん、落ちてきた。どうやっぷ？な、何を攻撃した今？お、ナス？ああ、めちゃめちゃ食らったな今。動いてないのに食らった。うん、巻き添え食らったね。最悪や。それは最悪やわ。でも逆にもうなくなったから。あ、飛ばせるやんそれで。飛ばせる？うん、水で。攻撃できひんでも。ほんまや。やれることないこのターン。エッジも封じられてます。エッジも封じられてる。じゃあどうする？一回逃げるか。召喚して絶対あれでいいんちゃう。そうやな。あ、それ。とりあえず召喚するか。うん。この辺で。やれ。やれ、行け。ナイス。いいクリティカル。うん、で、眠らせて。いや、眠らせる難しいな。次めちゃめちゃ湧くから、そこで眠らせて、一気にこの2ターンで畳みかけるっていうプラン。あ、まあまあ、まあるし、ここで眠らせて逃げ、一旦逃げて立て直すっていうプラン。うん、どこに湧くか見よっか。そこでしょ。まあ各方面に1個ずつやね。そっか、難しいね。やから、まあ今こそアイスでルイージで1回足止めをして、みんな土管入って立て直す。そうだね。この一番近いとこから湧くのはしょうがないとしても、うん、それ以外のやつらはしのげるように。そうだね、アイスにしよっか。よし、エッジでひたすら一回スライディング、みんな一旦スライディングして。スライディングできんだっけ。あ、うん、できそうだね。じゃあスライディングします。いやいやいや、で逃げます。
四スラね、四スラ。早く立てよう。おらー。うわ、早く立て。おらー。うわー、まだまだ。おらー。じゃあ、ザコがピンポンダッシュしようか。アイスつけます。じゃあ氷つけて攻撃しましょうか。はい。かわいい。かわいい。すげえかわいかったね。いきまーす。やー。はよー。でまあ ZR しといてもええけどな。あーしとく攻撃できんのかな。しなくてもいいような気がする。うん、別にそこに張り付いてまあ攻撃食らうようにして ZR でもいいと思うし。そうだな。これしよっかじゃあ。でいやあちょっとロゼッタだけな。うん。そこの土管手前側の土管からも敵が入ってくる恐れがあるから。ロゼッタはあの遠くにやろうか。うん。ここで。大丈夫そうやな。うんそれもして。そうだね。うん。これしといて。でマリッツもここでシュンシュンシュン。これでいいかな。うん。オッケー。じゃあ次のターンへ。ギョー。このターンでぜ、ああそうか。このターン殴れへんもんな。オッケーオッケー。いいぞー。いやーそっち行っちゃうかー。ちょっと届くんかい。ターンかやー。ぶねー。それは意外ですね。あー死んだな。これは。あー死なんかった。死んだわ。死んだ。さよなら、ライオン。タイガーだけに。それか。攻撃。射程が遠いんか。あ急にザコやつ来た。やばい。やばい。あ、死んだ。エースが。まあ、でも、相手の体力から考えると、もう次のターン倒せると思うけどな。ルイージがいなくても。さやね。まあ、畳みかけたいよね。そしてまた湧いてしまう。マジ絶望的やな。これはいやでも行くしかないな。とりあえず行こう。いやこれはもういかにウォーターで落としてスライディングでやるかっていうゲームやね。そうやね。じゃあウォーターとりあえずウォーター攻撃するか。うんそうやね。そこからやわ。話はそれからつけます。ザブンオーラ。じゃあ攻撃頼むでー。攻撃させていただきます。落ちろ。飛べー。ギャオ。頼むぜ。はいまず一回落ちました。落ちろ。じゃあスライディングさせていただきます。うん、こうかな。いやこれさすがに無理そうやな。このターン中に500か。ギリギリ届いていく。ぽよよよん。オッケー。行かせていただきます。じゃあ先に。え、いやいいや。あでもこれいけそう。いけそうやで。いけそう。あとエッジの4連スライド。おいいいぞ。いくぞ。おいこらうわはごろっこらおいこらおいおいおいこら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 おいでさらに。いや先、あそうやね。先エッジでもう一回落としてウィンドウでまた転がして。あ、ウィンドウも使えへんわ。うん、普通に攻撃して大丈夫だと思う。うん、まあまた落とす落とすで。せやな。そっからでいいんちゃう。せやな。落とします。うん、せやなレイヨン。飛べ。はい。京都谷に上階ホームランですわ。あと2600。これやれたやろ。強化します。うん、吸血だ。ほら勝ったな。ちょい残しちゃったらどうしよう。よーし。よいしょー。もう別に落とす必要もなく。でもやります。近距離で。近距離で。さよなら。ゼロ距離ボンバー。イエーイ。危なかったマジで。ヒヤッとしたね。追い込まれたね。非常に久しぶりに追い込まれた試合やったわ。さすがにゴワキはな。やばかった。ケアできひんかったよな。普通に。いやーいい、ね、ウォーター使った甲斐あったね。そうやね。頭脳プリやった。ナイス作戦。イエーイ。何エッジ？エッジがカッコつけてる。エッジ？エッジ？あたしはクルさんによって生み出されたんだ。そうだ。だからそんな黒いん？もともとスパークスハンター。それはそうかなと思ってたけど。そうですよね。そんなん関係ある？スパークスハンターかどうかと。みんなのリーダーだったんだ。あたしに力を与えた。
みんなをまとめるために必要な自由と一緒もよくわからない。クルさんに力を与えられただけなのか生み出されたのかどっちなんやの。だからそれ大事やね。私にはクルさんが何者なのか分かってしまった。あいつは全てを飲み込んで破滅へ向かうブラックホールだったね。ダメだったんだ。ミッドナイトもヘッドロックもダフネも説得したけどダメだったんだ。結局私は裏切り者になってしまった。え、みんなじゃあクルサから生まれたってことなのかな。まあそういうことやね。だからやれることをしようと思った。スパークスを助けてもらったのもそのためさ。嘘はついてないよ、はあ、突然言われても信じられないよね。だから今まで何も言わなかったんだけどさ。そりゃすごくびっくりしたけど、うん、でも君を疑う理由なんてそうだね。ないよ。うん、その通り。たまにはいいこと言うな。スパークスに優しいわね。すごい嫌な顔してたけどな。敵とかこテンパーにしてくれるし。俺の筋肉でうっとりしてたのも知ってるぜ。うん、それは気のせい。マリッツはエッチのこと好きよな、うん、相当。俺には最初から分かってたさ。君が熱いハートの持ち主だってな。ラビスマリオあんま喋んないよね。エッジ、うん、あなたは私たちの仲間です。誰もそれを疑ったりはしませんよ。スパークスハンターは全員クルサから生まれたってことなんだ。そういうことはやと思うけどね。本当にありがとう。ありがとう。スーパーシェシェ。さあクルサのところへ行きましょうか。オッケー。Wait! Oh! Ah! Oh no! No!